勉強効率は爆上がりする超便利グッズトップ30をご紹介していきたいと思います。この動画で紹介した商品の URL はこの動画の概要欄に記載しておきますので、気になったものはぜひチェックしてみてください。というわけで早速見ましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第30位はホワイトノイズマシン D3 Pro です。こちらもともとはビン,ングッズとして利用されるほど我々の心を安定させてくれる効果があるスピーカーなのですが、ホワイトノイズはこちらの図のように不要なバックグラウンドノイズを遮断する効果があるので、 勉強仕事に集中したい時にも持ってこいです。ボリュームも0から95デシベルまで1デシベルずつ調節するのでは可能ですので、自宅勉強の際、近所の騒音が気になる時なのにおすすめです。というわけで、どんどん行きましょう。勉強コールスがバカがりする便利グッズ第29位は、アイマスクです。長時間勉強していると、目が疲れてきて仮眠を取りたくなることもあるのではないでしょうか。しかし、蛍光灯の光が明々と照りつける環境では、なかなか仮眠がはかどりません。そんな時におすすめなのがアイマスクです。 こちらを使用しながらタイマーセットして10分仮眠するだけでも目や脳の疲れは劇的に改善されていくので勉強中の休憩効率を上げたいという方にはおすすめのアイテムです。というわけでどうぞ行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第28位はスイッチボットカーテンです。 スイッチポットカーテンとはタイマーで狙った時刻にカーテンを開けることで朝の起床をサポートしてくれるアイテムです。目覚まし時計のように音のびで起床する場合は脳を徐々に目覚めさせることができないため目覚めが悪くなってしまいますが朝にカーテンを開けて太陽光で起床した場合はセロトニンが活性化するため脳が自然と覚醒モードに突入します。さらに朝に活性化したセロトニンは夜に睡眠を促してくれるメラトニンというホルモンに変わるので睡眠の質も改善されて一石二鳥です。というわけでどんどん行きましょう。 今日コールズがバカ上が上りする便利グッズ第27位はタイムロッキングコンテナとは設定した時間まで蓋を開けることができない箱のことです。こちらにスマホを封じ込んでおけば、重度のスマホ依存症のあなたでもスマホをやめて勉強に集中できるようになるので、特にテスト期間などにおすすめです。 というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第26位は、サーモスのタンブラーです。こちら、魔法瓶構造になっているタンブラーで、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいままを長時間維持できます。勉強中に集中力が減退する主な原因は、体内の水分不足とも言われているので、このタンブラーを机の脇に置きながら勉強すると、こまめに水分補給できて、勉強効率もアップすることでしょう。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第26位 第25位は、電子吸着ボードです。こちらは微量の静電気を発生させることで、接着剤不要でメモ用紙などを貼り付けることができるボードです。例えば僕は1日の計画をメモ帳に全て書き起こして、こちらのスタンドに立てかけておくことで、逐一スケジュール確認ができる状態にしています。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第24位は、無地のノートです。皆さんが受験する高校大学にもよりますが、回答用紙が全くの白紙ということがよくあります。 したがって、受験当日の回答用紙になれるためにも、例えば数学の問題演習等は無常の音を使っておくと良いでしょう。というわけで、どうぞ行きましょう。勉強効率が爆上げする便利グッズ第23位は、ペンパスです。 コンパスってサイズが大きいものが多くてなかなか筆箱に入りきらないって悩みありますよね。しかしペンパスはこのようにスリムなペンのようになるから筆箱にラグラク収納することができます。さらに通常のコンパスだと針が手に刺さって怪我をしてしまうこともありますがペンパスはクリップ付き透明キャップで針先、芯先を保護することができるので安心してペンケースから取り出せます。 さらに市販の 0.5mm シャープシにも対応しているので、特に高校入試で作図問題が控えている受験生には、まさに筆形のアイテムと言えるでしょう。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上買いする便利グッズ第22位は、イコナスの多機能文房具セットです。こちらは、ホチキス、コンパクトパンチ、ハサミ巻き尺、レターオープナー、鉛筆、削り、フック、ホチキスリムーバーなどの役立つ便利機能を 8-in-1 で搭載した携帯型マルチツールです。こちらを用いると筆箱が軽量化されて持ち運びやすくな りりますし何よりあの文房具どこだっけと探すす時間を省くこととができますいうわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第21位は、360度回転ペンホルダーです。こちら小型にも関かかわらず、大量の文房具をしまえる360度回転のペンホルダーです。机の上で散らかりがちなシャーペン消しゴムなどの小物類をすっきりまとめられるのはもちろん、くるくる回転させることで見つけたいものをすぐに見つけられるから、勉強効率アップも期待できます。というわけで、どんどん行きましょう。勉強 高率がすする便利グッズ第20位はのドキュメントファイルです学校塾で大量のプリントを配られるという人も多いと思いますが、そんな時はクリアファイルを大量に持つのではなく、ドキュメントファイルを一つ所持することをお勧めします。 クリアファイルでは科目別にプリントを分けることが難しいですが、こちらのドキュメントファイルは13アコーリオンポケットの大容量かつカラフルインデックス付きだから最大13科目分のプリント類を個別にまとめておくことは可能です。よくクリアファイルの中から目当てのプリントが見つからなくて書類を全てバラバラにしてしまう学生を見かけるので、そんな方々には特におすすめです。 というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆買いする便利グッズ第19位は、ディープエールです。英語を勉強していると、どうしても自然な日本語に訳せない英文に遭遇することってありますよね。そんな時にぜひ使っていただきたいのがディープエールです。2021年の調査によると、ディープエール翻訳は Google 翻訳などの主要エンジンと比較して、約3倍も高い評価を獲得したというデータもありますので、これから翻訳アプリを使用する際は、ディープエールを使うのが圧倒的におすすめです。 というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第18位は、キングジムのブギーボードです。ブギーボードとは書いて消すを繰り返し行える新感覚の電子メモパッドです。付属のペンを用いることで参考書等には書き込みたくない計算過程などを書き留めることが可能ですし、書き直したいときはボタン一つでパッと全消去できる点が便利です。 ピュアでどんどん行きましょう。勉強コーラスが爆買いする便利グッズ第17位は、レプロのデスクライトです。早稲田大学研究で、作業机にデスクライトを置くと集中力が高まることが判明しておりかつ、多くの研究で集中力が高まる光には、次の2つの特徴があることも判明しております。レプロのデスクライトは、これら2つの特徴を有した光を放つことができますし、僕も作業机にこちらを導入したことで、以前よりも集中モードにカチッと切り替わりやすくなったので、心の底からお勧すすめできます。ピュアでどんどん行きましょう。 勉強効率が爆上買いする便利グッズ第16位はステッパーです。コロナ大学の研究で1時間作業をするごとに5分間ウォーキングする程度のこまめな運動を取り入れるだけで1日中モチベーションを高く維持しやすくなり1日を通して疲れを感じづらくなりメンタルも向上し作業中の感触が抑えられてダイエットにもつながったことが判明しております。従って作業にたがって作業によの脳疲労をすぐに運動でぶっ飛ばせるよ。ぜひ勉強机の横にはステッパーを置いておきましょう。このようにしておくだけで自然とこまめな 運動が習慣化してくれるので勉強のモチベーションも激増しますというわけでどんどんいきましょう勉強効率がバカ売りする便利グッズ第15位はスタディープラスです スタディプラスは教材別に勉強時間、勉強量等を記録管理することができるアプリです。カイザーパーマネントの研究でも毎日の勉強時間を記録するだけで勉強時間が2倍になるほどの効果があるとされておりますので全国の同じ志望校を目指すライバルたちと勉強時間を競いながら切磋琢磨していくことでモチベーションをアップさせていきましょう。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆買いする便利グッズ第14位はアナログ時計です。受験会場には時計がないため前売れ時計を常に持ち歩いてほしい ととところでですすすすすがが時時時間配分ののつかかみやすさというう観点から言うとデジタル計計よりもアナログ時計の方が断然おすすめですそして中でも一番のおすすめがカシオのアナログ時計です。こちらは文字盤が大きくて見やすいですし、時計機能以外を一切排除したシンプルな作りなので、試験会場でアラームを気にしたりする必要もありません。価格も1000円台と非常にリーズナブルで、最強にコスパフォーマンスがいい腕時計ですので、僕の一押しアイテムです。 というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆買いする便利グッズ第13位は、プラムレットのブッククリップです。このクリップは参考書の開いておきたいページをホールドしてくれるので、本を自分の手で押さえておく必要がなく、勉強効率がアップします。 また、クリップのうちが特殊フェルト加工がされているので、本を傷つけずに使い続けられる点も嬉しいです。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆カ買いする便利グッズ第12位は、タイムタイマーです。タイムタイマーとはこちらのように残り時間が一目でわかるタイマーのことです。使い方はとってもシンプルで、中央のノブを回して目的の時間にセットするだけ。時間が経過していくと赤い部分が徐々に消えていき、完全に消えたらタイムアップ。アラームをオンにしている場合は、アラーム音がお知らせしてくれるという優れものです。 こちら非常にコンパクトなので自習室やカフェなどどこへでも持って行きますし僕が今まで使ってきたあらゆるタイマーの中で最もやる気を高めてくれたと感じる神アイテムですので本当にお勧めできますというわけでどんどん行きましょう勉強効率が爆上がりする便利グッズ第11位は観葉植物です2013年の研究で視界に占める緑の割合が10から15%の環境にいるときストレスが減ってパフォーマンスが最大化することが判明しておりますさらに別の研究でもオフィスに観葉植物を おけぼくほど会社員が病欠する頻度が減り病院とかでも緑が見える場所にいる患者は病気の治りが早くなるという報告があるほどですそのためぜひデスクの上には少なくとも1個は観葉植物を置いていただきたいところですが特にこちらのパキラー初心者でも簡単に育てられて Amazon でも購入できるのでおすすめです というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率や爆買いする便利グッズ第10位は、ループクワイエットです。ウェールズ大学の研究で、騒音下での勉強は、勉強効率を50%も低下してしまうことが判明しております。そのため、勉強には無音が最適なのですが、耳栓って自分の耳にフィットしたものを使わないと、かえってストレスになってしまいます。しかし、こちらのループクワイエットは、XS から L の4サイズのイヤチップが付属してあるから、どんな耳にもフィットしやすいですし、シリコン製で皮膚に馴染むから、つけ心地が気持ちいいです。 ノイズを -26 デシベルまで低減できる高い遮音性を有しているから、カフェなどで、周りがうるさかったとしても、すぐに自分の世界に没頭させてくれることでしょう。というわけでどんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第9位はコクチェックル、暗記用ペンセットです。 試験対策で暗記用の赤シートを使う方も多いかと思いますが、そんな時におすすめなのが、国曜チェックル暗記用ペンセットです。こちらは塗って覚える緑のマーカーと、書いて覚えるオレンジのマーカーが 2-in-1 で搭載されているので、このペン一つあれば試験対策を十分に行うことができるでしょう。というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆買いする便利グッズ第8位は、スタンド式ペンケースです。 筆箱をこれからご購入される方々には、ぜひペンスタンドにもなる筆箱ネオクリッツがおすすめです。こちらはファスナーを開けて上部をくるりとめくると、あっという間にペンスタンドに早変わりしてくれるので、ペンを一目で探しやすくなりますし、スクエーへのスペースも節約できるから一石二鳥です。もちろんスタンドさせた時の安定感も抜群ですが、横に寝かして使うこともできるので、どんな人も買っておいて損はありません。というわけで、どうぞ行きましょう。勉強効率が爆上りする便利グッズ第7位は、桃の消しゴムです。これ もはや説明不要ではありますが、ものの消しゴムは消磁力の高さと消しカスのまとまり感が群を抜いているにもかかわらず、Amazon では10個で421円という破壊的にリーズナブルな価格で購入できるので、全学生がまとめ買いしておくべき紙消しゴムと言えることでしょう。というわけでどんどん行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第6位はポストイットの伏線です。ポストイットの伏線は強粘着なのに剥がしやすいという史上最強の伏線です。使い方としては例えば勉強中にどうしても自分 だけでは解決できない疑問点が発生してしまったらそこに青色の苦戦を貼り付けておけば後日授業があった時なのに先生に忘れずに質問をすることができますしワークを解いていて何度も間違えてしまうところには赤色の苦戦を貼ってその原因対策を書いておけば肝心のテストではミスを減らすことができるでしょうというわけでどんどん行きましょう勉強効率が馬鹿買する便利グッズ第5位は志望校の文房具です学校にもよるのですがこんな感じで学校名が書かれた文房具は学内の生協とかで売られていることがあり こういったアイテムを勉強中に使っているといつも志望校を意識できてそれだけで勉強にやる気は高まることもあるので志望校の文房具をいろいろ使ってみるのはおすすめです。 というわけで、どんどん行きましょう。勉強効率が爆カ買いする便利グッズ第4位は、国用の授業ノートです。僕がお勧めする授業ノートはズバリ、高校生までは国用キャンパスノートドット入り掲線、大学生から国用キャンパスルーズリーグです。これなんでかっていうと、高校生まではほぼ全ての科目で授業ノートを取る必要があるので、科目別に色分けできて分かりやすい、見開きタイプのノートがおす,すめです。一方で大学生になると、初回の講義ではノートを取っていたんだけど、2回3回と講義を受けていくと、徐々にレジメ中心の進 であることが判明してきて結局ノートは最初の1,2ページしか使わなかったという事態が大量発生しがちなので1枚からでも書いていくルーズリーフを購入した方が最終的なコスパは良くなると思いますというわけでどんどん行きましょう勉強効率が爆買いする便利グッズ第3位はジェットストリームのボールペンです世の中に数多あるボールペンの中でも群を抜いてこれ一択だと思わせてくれるのがジェットストリームのボールペンですこのボールペンの何がいいのかというとその圧倒的な書き心地の良さです特に 0.7ミリやサラサラ感がズバ抜けているので、僕はこちらを愛用しております。ジェットストリームは黒赤を三色展開しておりますので、すべて購入してみてもいいでしょう。というわけで、どうぞ行きましょう。勉強効率が爆上がりする便利グッズ第2位は、クルトガローレットガンメタリックです。こちら少々お値段は高いのですが、僕はこのシャーペンにしてから勉強が楽しくなって成績が爆上がりしました。シャーペンはいいものを使っていると、勉強するためにシャーペンを使うのではなく、シャーペンを使いたいから勉強するという 謎の教授に到達することができるのでシャーペンだけは最高品質のものをぜひ使っていただくことをお勧めします僕はこちらのクルートカを講義の頃からずっと愛用しておりますがパイロットのシャープペンシル S20 なども非常に根強い人気があるのでこれらに限らずご自身が最も満足できる最強のシャーペンを愛用していただくことを話しくお勧めいたしますというわけでラスト勉強効率が爆上げする便利グッズ第1位はプラウドノートですプラウドノートは学校や塾の授業をワンタッチで録音し文字起こし,してようや マイインドマップにまととめてくれるという超ハイテクノードです使い方は超簡単。スマホと Bluetooth 連携してワンタッチへ録音開始。録音終了も同じボタンをワンタッチするだけです。これだけで1時間以上の授業も全て録音しかつ、何分何秒でどのような発言があったかまで詳細に文字起こししてくれます。さらに気になる精度に関してもバッチリで、最新のチャット GPT4 オムニを採用しているので、僕自身が使ってみたところ、一言一句のミスもないという結果でした。さらに録音内容 素早く要約してくれるので授業の要点を簡潔に整理することができますしさらにさらにマインドマップで情報を視覚化してくれるのでこれさえあれば授業でノートを取る必要がなくなると言っても過言ではないでしょうまたこちら社会人の方々にもおすすめでミーティングはもちろんクライアントとの電話内容までも全て文字起こし可能ですし2人以上の会話であれば話ごとに段落分けして文字起こししてくれるのでこれをクラウドノートに要約してもらうだけでそのままミーティング電話内容の議事録として活用することもできるでしょう。 さらにこちら非常に軽量かつコンパクトでスマホに取り付けて持ち運ぶことができるのにもかかわらず最大240日間分録音可能という超大容量なのでもし少しでも興味が湧いてよいるという方々もこの動画の概要欄からぜひチェックされてみてはいかがでしょうかというわけで本日の動画内容すべてまとめるとこちらのようになりますジュターししと嬉しいでする